ジョージア大使のレジャバさんがバズる外交官っていう。彼だって早稲田大学卒業でも日本語ペラペラだもん。石田さん よく会われてるんですか。この間家に呼んでもらった。知ってます、世界最古のワインはどこかって。ジョージアなんですってね。オレンジワインなんかね、赤でもない白でもないロゼでもないようなワインだった。美味しかったですよ。実際にお話しされたら どういう方なんですか。いや気さく、完全なドメスティックジャパニーズですよ。今度ぜひ出てもらって対談とか。おお、もう喜んで喜んでティム待ってます